はい、どうも、アルビサポウチです。今日は、ミカさん、僕の奥さんに、まだ、サッカー、アルビサポ歴は2年で、サッカーのルール、まず最初にこれにつまずくっていうのを教えていこうと思います。そう、あれですね、オフサイドです。今日はミカさんにオフサイドを伝える 教えるの回です。はい、じゃあ行きおまーす。願いします。まずは、ててんと。よいしょ。こんな感じです。ゴールキーパー、ディフェンスライン。攻める方がオレンジ、守る方が白、ゴールキーパー、ゴール。という感じで、こっちに攻めてる感じですね。こう攻めている感じの時のオフサイドについてでございます。これちょっと番号がマイケルになってますが、これはいいとしてください。まあ、オフサイドっていうのは、一番最後のディフェンスラインよりも前にいる状態で、こうパスを受け取ったら、あ、ボールでーす。なるんですけれども、どういう状態になるのかっていう部分を押していきたいと思います。まずディフェンスラインで、だいたいこういうふうにラインでなってたり、よく言うのがラインを上げろとか言ったりするんですけども、そういうふうなのも踏まえて軽く言っていきたいと思います。じゃあまず、超簡単オフサイドについて、こうパスを出した瞬間に、一番最後にいる、後ろにいるディフェンスラインの前に攻めてる選手がいたら、この状態、オフサイドです。ですね。美香さん、分かりますか？はい。そう、これが一番簡単なオフサイドなんですけれども、じゃあ、この際どいラインをみんな狙うんですよ。こう、ダダダダダダッと走って、このライン、この状態でこう出してたらセーフなんです。ペッて出したら、ここ、はい、合ってます。合ってる状態だとセーフになります。多分、ここに審判が「ん？今のは OK だな」って状態だと、最高の状態、ゴールキーパーとの1対1でゴールを決めれるようになるので、結構これを狙ってます。なんで、攻めてる時にオフサイドだったらいい攻めをしたっていうふうになります。ただ、攻められてる側でよく言うのは、オフサイドトラップっていうふうなワードをよく使うんですけども、なんで罠、まあ、オフサイドの罠っていうやつなんで、罠を仕掛けるっていうのは、例えばこの状態で、お、狙うぞ、いけるぞ、いけるぞっていう状態、今パスくれーって、パスくれアピールをしてる時に、パスを出すぞって時に、この選手がピッて前に出たら、ラインを上げたら、この選手はこの状態でオフサイドになる。オフサイド。これがオフサイドトラップ。なんで、うちが守ってる時にこういう風なので、オフサイドって審判が旗上げたら、イエーイっていうことです。なんで、このラインの上げ下げとか、その駆け引きが結構ここのゴール前では起こっています。まあ、簡単なの、ボールが離れたそう、この瞬間。パスを出す人、パサーからペッて離れた瞬間、この最後のラインと、どこに、最後のディフェンスラインのと攻めてる選手が前にいたらオフサイド。同じぐらいだったらよくわかんない。後ろだったらセーフ。なんで、ベストはこうなる。こう。パス出した瞬間、この辺にいて、こうなったら最高。ボールをもらった瞬間じゃない。じゃない。そう、これ、ボールをもらった瞬間じゃなくて、出した瞬間ってのがオフサイドです。実際に、ね、N にいたらね、さっぱりわかんない。この審判が挙げたら、オフサイドだったんかーって オフサイド、今のオフサイドかーっていう、ラインこうがわゴかんールっないてもんなってくる、ね。ウェーってなってるけど、審判が上げてるからゴール。審判がここでピッて旗上げた、オフサイドかいっていう。
審判はそのそこのラインに合わせて、だからそう審判超大変だけど、一番後ろのこの両サイドに審判はこの一番後ろの人と一緒にずっとこう動くの、審判超やばいよ、何キロ走ってんだろうね、だってもうすげえダッシュしたりしてるっていうのですね。美香さん分かりました、オフサイド、うんうん、じゃあ今うち攻めてます、ででででででで、はい、はい、ペンオフサイドじゃないです、え ペ, ンあれペン出しました、今出しました、はい、ここまでこいます、あ、違う、あ、オフサイドじゃないね、そう、これオフサイドじゃないです、あ、そっか、オフサイドじゃないですね、あ、そっか、ペンちょっと待って今の際どかだ際どい、うん、あ、そう、離れた瞬間はオフサイド、はい、オフサイドです、これがオフサイドになりますね、いや審判はこの人も見なきゃだし、 この人も見なきゃだし、この蹴る人も見なきゃ、そうだから一番最後の後ろにいるこの一番後ろの人を見てて、その人に前に違う色のユニフォーム着てんぞってなったら、あ、オフサイドっていう風な感じなんで、この出した時ね、うーん、そうなんで球を離れた瞬間このどこにいるのかっていうのでしかもディフェンス守ってる人は上げて抑えトラップかけたりするから審判はすごく大変だし、 N にいるうちらは全く分かんない、オフサイドって俺言ったりするけど絶対分かってるわけない、だってここから見てるからね、ここから見てて分かるわけないの、でも言いたいよねっていうのなんです。ちょっと分かったかな、オフサイド、 N にいたらうちら分かるわけないけど、ダゾンで見てると、あ、今のオフサイドでねって、多分誰々がっていう一瞬の出来事だからね、そうそう、この間の群馬戦の1分か2分かの、うん、誰だっけ、フランクさんからのもっちゃんへのパス、うん、だったかな、うん、はオフサイドになったのはもっちゃんが多分ここら辺にフランクさんがいて、うん、もっちゃんがこの状態にいる時にフランクさんがパス出したみたいな、うんうん、だからそうか、前に前にいていたから、そう、それでオフサイドっていう感じだったんですね。その時にもっちゃんがこの辺にいてパス出して、もっちゃんの足の速さが多分勝てるんだけど、多分ちょっとなんかいろいろあったんだろうね、まあ早すぎたのかちょっと手間取ったのか上げたのかとか、でもごちゃごちゃしてたよねあの時は。え、じゃあもし、うん、まあ、今の話でもっちゃんがこう、うん、そっちゴール近くに行きすぎて、うん、オフサイドの状態になるけど、うん、もっちゃんがまた他の人にパスして、うんうん、だからもう、もう、こっちからこう行くしかなかったから、でもこれでオフサイドだから、もうこれでもプレは基本、ね、ピピーってなったら止まっちゃうのね。あ、でももうここにいる主審がピピー吹かない限り止まんないんだけどね、この人が挙げたところで。うーん、あー、そっかそっか。でここでもっちゃんがこのボールを無視して、うん、新たがすごい勢いで走ってこう取ってたら間に合うよ。ないけどね。それはボールよりも速く走るのかありえないからないけど、あ、まあそういうのもある。だから絶対によく起床がやってたね、もうオフサイドからって言ってボールに俺は関わりませんよっていう態度を出す、うん、それで他の席がブワー行って、ちょっとなんかチャンスだったりしたかな、うん、なんかね、まあオフサイドの時にやっぱりピピーって試合を止めたくない場合は無視するっていうのもあり、うん、ゴール前ではそれほとんどないけど、ちょっとこの辺もっとこっちの方でそれをやったら足の速い選手がいればこう競ることができるから、こうボールに向かって、この人がオフサイドだったとしても他の選手でこう競り合って勝てればそれはそれで OK、 この選手へのパスがオフサイドなだけで他の選手はオフサイドじゃないからっていうのもあります、うん、分かりましたかね。分かったよ。よかったです、はい、勉強になりました、ありがとうございますというのでございます。はい、多分どうなんだろうかね、結構サッカー初心者の人とかはオフサイドでやっぱ絶対つまずく、今のオフサイドってやっぱり知ってるとか連れて行った人は言うけど、何オフサイドってとかって結構あるですよね。まあオフサイドが一番
よくあるつまずきかなと思いましたので、ちょっと作ってみました。はい、美香さん分かりましたか？はい、はい、よかった。お利口になりました。はい、美香さんがお利口になったそうです。ありがとうございました。ありがとうございました、中断期間ちょっと新型肺炎のおかげであっちゃってますが、まあ、これがプラスに働くか、働くようにやっぱいろいろやっていきましょう。ちなみにゲーフラーは一つできましたので今もう一つちょっとどうしよっかな、どうなんかうまいの考えられたら作っていきますという感じですかね。はい、はい、じゃあ今エアで松本に行っている方も気をつけて、勝ち点3でしたね。なんで今のところとりあえず2連勝、気持ち的に2連勝はいっちゃったので、じゃあホームで3連勝7日いきましょう。7日僕も有給を取ってるんで7日現地に行きますよ。現地にね、7日現地に行って、ちょっと N でガンガン声出していこうかなと思います。なんせ有給取ってるんではい、そうですね、そんな感じです。とりあえずじゃあ3連勝目指して3連勝目指していきましょう。分かる人いるよね、きっとそんな感じですね。はい、ではありがとうございます